竹山米店、炊飯博物館は、宮城県気仙沼市に所在する、炊飯図書区に特化した企業博物館。東日本大震災で一部流出した施設を復元し利用している。学芸員ではなく、管理栄養士と栄養士が常駐している。竹山米店は1877年に創業し、1900年同時に移転。 1915年と1929年の大火で全焼した。1930年建造の母屋は2011年に東日本大震災で約3メートルの津波被害に遭い、一部流出したが2018年に復元された。道路側にある2階建ての本館、海岸側にある倉、平屋建ての新館で構成される。本館は米国販売、新館は イベントスペースとして、喫茶営業や物品販売が行われ、蔵を博物館として公開している。1930年春工、2018年復元。以前は奥行きに従って、幅の狭まる、不整形な敷地に、もやと蔵が一直線に並ぶ、変形平面の町屋だった。震災後、区画整理による道路拡張が実施され、以前と同じ並びでの復元は、 不可能となった。そこでもやを西側へ15度ずらし、震災前と同一の蔵ともやをつなげる新館を増築したことでより不整形な建物になった。もやの部材をすべてばらし、一旦は、さらちとなった場所に再び組み立て直している。木造2階建て、アエンメッキ港板吹き、建築面積115平方メートル。復元後は、 造築部分含めて222.08平方メートル。屋根は切り妻作りの鉄板武器で正面のたるきを線形に配する特徴を持つ。2階の腰壁と戸袋は同位たばりである。1階は正面いっぱいを店舗とする。2階の座敷2室は敷地の制約から台形平面をなし、床の間、土壁、砂壁、丸窓を配す。 2005年2月9日、国の登録有形文化財に登録された。2012年と2014年、ワールドモニュメント財団の修復、保全が求められる文化遺産への支援を呼びかけるワールドモニュメントウォッチに選定された。2016年9月、解体工事開始。2017年6月、復元工事開始。2018年2月14日、 気仙沼市指定有形文化財に指定された2018年4月30日復元完了。ありがとうございます。